こんにちは、スプリングです。私は今、兵庫県小野市。こちらは JR 神戸電鉄北条鉄道の青駅になります。なかなかね、読めない駅かなと思うんですけど、あれはね、青と読むんですね。そして、こちらには北条鉄道のキハ40が止まっております。いやー、以前からね、このキハ40取りまくってはいるんですけども、未だに乗ったことありませんでしたので、ちょっと乗ってみようかなと思います。まず、加古川線の103系が出発をしてきましたね。そしてね、私ね、アホなんですけども、まあ、このキハ40乗ろうと思って準備をしていると、目の前で行ってしまいました。いやー、時間をね、3分ほど勘違いしていたようですね。いや、私、こういうことは本当にね、日常茶飯事であるわけでございます。いや、本当にね、この性格というか不注意というかね、どないかしたいなと思うんですけども、なかなか治ってくれません。今ね、入り込んだのはこの加古川線、JR の加古川線の、この青駅になるわけですが、先ほどのところ左に行きますと、神戸電鉄の青駅。そしてこの跨線橋を登って向こう側に行くと、北条鉄道の青駅というふうになっております。まあ、すべて同じところから入るということになるんですね。こちらは北条鉄道じゃないわ、JR の加古川線の線路ですね。そして降りていきましょう。北条鉄道というふうに書かれております。そして IC カードのこのタッチをするものがあるんですけども、まあ北条鉄道ね、IC カード使えないんですよね。まあですので、これは JR から降車する専用、北条鉄道で乗り換える時ということですね。そして何やら向こうの方から神戸電鉄がやってまいりました。これ5000系かな?まあ神戸電鉄もだいぶね、私個人的には見慣れておりますから。そしてこちらの方面から間もなくキハ40がやってまいります。そしてやってきましたね。五能線カラーをまとったキハ40の535号機。いや、もうだいぶね、この北条鉄道に入って2ヶ月ほどですか?今で。3ヶ月ぐらいかな?経ちますけども、見慣れてきましたね。いや、しかし私ね、冒頭にも述べたように、このキハ40乗ったことありませんので。いや、ちょっとこれは楽しみですね。まだまだね、この北条鉄道では新顔なんですけども、車両としてはかなり古いということになっております。いやー、これはかつてね、東北の方、まあ、五能線を走ってたわけですから、ちょっと車内にもね、いろいろ五能線の名残があるのではないかなと思って、その辺もちょっと楽しみにね、見ていただければなと思います。いや、まずはこの五能線のカラーリングをまとった姿、ちょっとミラーがついて少しね、原型はとどめておりませんけども、いや、非常にいいですね。ワンマン出入り口、早速乗り込んでいきましょう。おー、こんな感じですね。いやー、いいじゃないですか。おー、ボックスシートが並んでおります。そして、この広告のところには、キハ40がいっぱい書いてありますね。おー、ありました、ありました。これはちょっと英語標識ですけども。見えますかね?新青森と書かれておりますよ。そして、この北にあるこの青い線路が五能線。そして、大宇本線とかね、いろいろ書いてありますね。いやー、全然当時と変わってないんですね。おー、土崎工場とか。楽しい旅行 JR 東日本。いやー、向こうには JR 西日本の103系がいますけども、なんとも違和感ですね。あ、こっちには日本語のものがありましたね。日本海、そして秋田とか書かれておりますよ。 JR 東日本 周辺路線図と書いておりますけども、今やね、この補助鉄道なんか日本海行きませんからね。おー、こちらはワンマンカーの乗り方、小賀線のキハ40がかけられておりますね。いやー、でもこのね、東日本の車両から見る西日本の車両、そして非常に不思議なものでございます。そしてこちら、2022年3月13日デビューと書かれておりますけども、いやー、まだまだこの新車ですからね。まあ今普段走っているフラワー2000と言われる車両に関しては、割とね、新しい車両になるんですが、まあ、このキハ40の方が新車ですからね、車歴はこっちの方がかなり古いということになっております。加古川線の103系が出発をしてきました。あの列車からお客さんこちらに乗り換えが終わりましたら、こちらの列車も出発ということになっております、まあ、基本的に1時間に1本ほぼ同じ時間に出発をすることになりますからね、JR と先ほどの神戸電鉄と接続がうまくいくようにしてあるようです。さあ、そして列車出発をしてきました、このキハ40の轟音とともに、この青駅を出発をしてきます。ちょっと様子を見ておきましょう。いやいや、窓を開けることができるんですけども、このキハ40、まあ
五能線とかね、この東北を走ってた列車にありがちなんですが、こういうのは一人用の窓っていうのがあるんですね。いや、これ非常に良くないですか？特等席ですよ。しかもボックスシートなんですが、このなんというか、ね、テカクロスシートみたいな、片一方向きだけということで、まあ、転換はすることはできないんですけども、なかなかいい席を、取ることができたなと思います。列車はね、この後阿部駅というところに着くまで、結構ね、カーブとか山の中、山じゃないな、森の中を突き進みながら、進むことになっております。まあ、この辺りもね、普段から撮影をしておりますので、まあ、非常にどこ走ってるかすぐ分かってしまうんですけどね、こういうような感じで運転台を除く、子供たちがいましたね。そして、まあ、これはまあ普通にね、撮ってみただけなんですけども、まあ、北条鉄道のこのキハ40、そこをね、ちょっと運転席と絡めて撮影をしてみました。いやー、なかなか線路も輝いていいですね。いやー、なんとなくね、こういうような雰囲気をちょっと撮ってみたいなとも思っていましたので、いやー、たまたまいいタイミングでこのキハ40、北条町じゃないわ、北条鉄道に入ってくれました。いいのが撮れましたね。さあ、そして列車は間もなく阿比駅に到着をすることになります。まあね、もう桜の季節は終わってしまったんですけど、まだ所々に春が残っていて、まあ、蓮華であったりとか菜の花とかね、咲いておりますので、それはね、ちょっと見ながら、ちょっとこの風景楽しんでいきたいなと思っております。いや、一番ね、この北条鉄道で駅間が長いのがこの青駅と阿比木駅ということになっております。そして阿比木駅に到着をいたしました。この駅にはこのようにね、非常に大きなイチョウの木があるんですね。まあ、この木もね、秋になると非常に美しい姿を見せてくれますので、またちょっと今年の秋、まあ、このイチョウの実る季節にね、このキハ40撮影しに行きたいなとも思っております。次の停車駅は田原。まあ、本当にね、この路線自体は十何キロほどの短い路線ですので、駅数も非常に少ないということになっております。この田原を出るとホッケ口、そして播磨下里、おさ、播磨横田、そして終点の北条町というふうになっております。おやおや、こんなところに701系、面白いですね。至るところにこういうのはね、活躍の跡が残っております。さあ、そして列車は田原駅を出発をしていきます。鯉のぼり、ちっちゃいのが掲げられておりましたね。いやー、本当になんかいろんなところで小さな工夫っていうのがされておりますね。いやー、もう本当にこういう地域に愛される鉄道、素晴らしいなと感じております。またまた列車はゴールとともに、列車はこの駅を出発をしてきました。先ほどのね、この鯉のぼりが、非常に美しかったので、ちょっと写真1枚撮っておきました。そして未来に映る姿もね、撮っておきましたよ。いやー、いい感じですね。まあ、これね、ちょっとドアが開けるときに、さっと撮影をしたようになります。まあ、こういうような感じで窓を開けることはできるんですけど、さすがに顔を出したりとかね、スマホ出したりとかカメラ出したりすると危険かなと思いますので、その点はちょっとね、撮影に気をつけて、撮っております。まあ、しかしながらね、まだもう梅雨ではないんですけど、雨が降っておりましたので、ジメジメしていたので、こうやって窓を開けると非常に涼しくていいんですよね。いや、最近の車両はね、こういうのは窓開けられないものが非常に多いですから、まあ、ちょっとでもこうやって開けると、まあ、この涼しい風、非常に心地よいなというふうに感じております。そして次の停車駅はホッケ口駅になります。まあ、このキハ40導入にあたってホッケ口で、交換ができるようになっております。もともと国鉄時代、この次のホッケ口に関しても交換ができるような設備があったんですけども、まあ、その、まあ、単線も第三セクターになってからは、まあ、そんな設備いらんだろうということで、取っ払われておりました。しかしながら、このキハ40など増便に合わせて、このホッケ口、この離合ができるように、ホームがね、新設をされております。ここの桜の木は以前撮影をしましたね。そしてこの駅直前でかなりゆっくりになりまして、この元々のホーム跡、これを過ぎたあたりからね、新たなホームが始まるということになっております。左手にはホッケ口駅の駅舎、こちらもね、非常にレトロな駅だったんですが、ちょっと最近綺麗になってしまいましたね。ちょっと趣はなくなってしまったような気はするんですけども。そしてこの踏切を渡ると、この新たなホームに到着するところになっております。ホッケ口、なんかこの看板がね、ちょっと私的には北海道に見えてしまうんですよね。おー、何かと、まあ、なんかいますね。北条フラワーさんと。さあ、そして、列車ホッケ口駅を出発、向こうの方にはフルボッケと呼ばれる山が見えております。あの山の上からね、俯瞰撮影もできるんですけども、まあ、なかなか時間かかってしまうらしいんですが、またちょっといずれ行ってみたいなと思うんですけども、今のところ足を挟んだ、運んだことはありません。
さあ、そしてまたこの田んぼの中を走っていきます。次の停車駅は刈羽下里駅です。まあ、この北条鉄道ですけどね、まあ、この駅も刈羽下里もそうですけども、ボランティア駅長制度というのがありまして、まあ、この北条鉄道の社員さんではなく、まあ、ボランティアで駅員さんをするということができるようです。まあ、先ほどの刈羽下里駅に関しては、大阪かどこかのお坊さんがね、この駅長を兼ねるということをされているようです。その前に出てきておりました、法華口駅に関してはパン屋さんがね入っておりまして、そこの方が駅長さんをされているところになりますね。今レンゲ畑が見えておりました。以前撮影をした場所ですね。この後でね、レンゲ畑とか菜の花とかも出てくることになります。いや、非常にのどかですね。まあ、パッと見てね、もうこれ五能線の、まあ、海の方ではない区間だって言ってもなんかおかしくはない感じですけども、列車は抑え駅に到着することになります。この駅もボランティア駅長さんがいますね。まあ、以前の動画で冒頭この駅からスタートをしましたけども、ここに関しては駅中婚活相談所というのがあるようです。いやー、しかしね、この大佐駅は本当に私好きな駅なんですよね。もう本当にレトロ、いやー、もう素晴らしくないですか。もう国宝ですよ。さあ、そして播磨横田駅じゃないわ、大佐駅を出発をしまして、次の停車駅播磨横田駅に到着走行いたします。まあ、この播磨横田に関しては結構駅舎は綺麗ですね。しかし、このホームの中には桜の木がたくさん生えておりまして、まあ、春になるとね、多くの撮影者で賑わう場所となっております。私は今年に関してはこの播磨横田で撮影はできませんでしたね。さあ、そして、この最後の停車駅播磨横田駅を出発をしていきます。この後はもう終着、ホッケ口じゃないわ、何回間違いね、北条町ということになっております。ちょっとまだ雨が降っていそうですね。いや、この素晴らしい機械音中の音を聞いていきましょう。いや、放送も日本語以外にいろんな言語があるんですね。さあ、列車はかなりゆっくりになりましたけども、終点の北条町駅に到着をすることになります。いやー、でもね、このキハ40が団体専用とかそんなんじゃなくて日常的に走っていますから、いや、本当に嬉しい限りですよ。まあ、北条鉄道はこれまでね、今見えておりますこのフラワー2000というのが走っていたわけですけども、いやー、いいですね。まあ、こういう第三セクターの車両に囲まれた国鉄型車両、いや、この青と補助町のこのね、方向幕のだいぶ、見慣れてきましたね。というわけでね、最後にこの駅に止まっている姿撮影をしておきました。最初の方に出てきました小さな子たちがね、列車をずっと見ている。いや、非常にね、和ましい雰囲気でした。そして運転手さんが乗り込まれるところ、そして出発になる直前、手を振ってるところですね。そして最後ね、こんな感じで、見送ってくれました。列車もね、ミラーに映ってていいのが撮れましたよ。というわけで、この後もう一度ね、この青駅に戻りまして、もう少しだけ撮影を続けていきましょう。これはまたね、次回載せたいと思います。
本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。